ありがとうございます。1曲目は、バレてると思いますが、アストロピアソラのアベマリアです。知ってます？微妙ね。知ってる人は知ってるね。はい、隠れた名曲です。なんかソプラノサックスの低音、小さい楽器でやってとする低い音とか、そういう別にアルトで演奏すればいいんですけど、そういう楽器も。なんかそのあえてこう無理して出すエネルギーって、なんかそういうのを感じてもらえたらなと思います。